皆さん、こちらです。今回の動画、視聴者の方の質問、リクエストに答えていきます。今回の質問は、こちら。読み上げていきます。テイクバックの時に、三角形を崩さないように気をつけているのですが、なかなかうまくできません。正しい三角形は、正面から見てどのような形が正しいのでしょうか。できれば、スローでお願いします。また、いい練習方法がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。とのことですね。おそらく皆さん、この構えの時にできた、腕の三角形ですね。 これを崩さないようにバックスイングを上げましょう。そのようなレッスンを見たり聞いたりしたことあるんじゃないかと思うんですが、なぜこの腕の三角形を崩さないようにクラブを上げた方がいいのか、上げる必要があるのか、こうすることでどのような スイングにとってプラスの作用があるのか。逆に、この三角形をもし崩してバックスイングをしてしまったら、一体どのようなデメリットが発生してしまうのか。そのようなことを詳しく掘り下げながらやっていきます。もちろん、この腕の三角形を崩さないように上げるため、上げていくためのヒント、練習方法も紹介していきます。ぜひ、こちらの動画最後までご覧になってください。それでやっていきましょうか。まず最初に、この構えの時にできた、この三角形。 これをなぜ維持しながらバックスイングをしなきゃいけないのか。それについてお話ししていきます。この三角形というのは腕と体、そしてクラブ。これを結んだ、ここの形ですね。これが三角形に見えることから三角形というんですが、この三角形、もし崩すようなクラブの合い方をすると、このようになりますね。体の正面からクラブを動かす。そうすると、 体と腕でできた三角形が崩れます。ボールに対してインパクトするときは、体の正面にクラブがあることが望ましいですよね。そうでないとボールに対して正しくインパクトすることはできませんので、このようなインパクトをするためには、もしバックスイングの段階で腕を体の正面からこのように外す動作、つまり三角形を崩すような動作をした場合には、ダウンスイングの途中、そのときに 何らかの形で、とにかく体の正面に腕を戻さなくては、ボールを正しく飛ばすことはできませんね。つまり、再現性が低くなるということですね。安定した出玉を打つことができなくなってしまう。それでは、この三角形を崩さないようにバックスイングする方法。そのヒントを皆さんに今お見せします。まず最初、三角形を崩してないパターンですね。バックスイングはこのようになりますね。 続いて三角形を崩してしまうその場合にはこのようになります皆さん今2つの動き見て違いって分かりましたかねもちろん1個目と2個目では体をこのように回しているか回していないかこの違いがあったんですがもう一つ 非常に分かりやすい違いがあったんですね。それは何かというと、右腕です。体の正面にできたこの三角形、崩れないときには、両腕は曲がらないんですよね。ですが、体の回転を伴わず、クラブを上げた場合、手元の三角形が崩れた場合では、右肘は必ずこのように曲がります。 これが三角形を維持しながらクラブを上げていくためのヒントになります。つまり構えでできたこの胸と腕の三角形これを崩さないようにするためにはまず一点しっかり体を回すことそれともう一点右肘を曲げないことこの二つの点を守ることができれば腕と胸でできた三角形 これを崩さないようにバックスイングできます。では実際に今から僕がスイングを行いますので、その2点を注目しながら皆さんスイングを見てください。スイングした後にスロー再生も行いますので、スイング中の僕のこの胸の面、体の動きがどのようになっているのか、あとは今言いましたね、この右肘が曲がってしまうと三角形が崩れる。この右肘がどのようになっているか、 その辺も意識しながら見てください今皆さんにスロー再生でスイングを見ていただいたんですが 右腕はだいいた手元が腰の高さここを通過するままででは右腕は曲がってませんでしたよね腰の位置を手元が超えてきた時に少しずつ少しずつ右肘は曲がっていって最終的にはこのように腕が90度曲がった時にクラブが正しいトップの位置に収まってくると思います。 つまり、手元が腰の高さを超えるまでは、極力右肘は曲げないように、しっかり体の回転を伴いながら、腕を自分の体の遠いところに、このように振り出してあげる。そのようなイメージですね。早い段階で右肘を曲げるような動作が発生すると、クラブを遠くではなく、このように近くに上げる。そのようなイメージになってきますよね。胸の面。 腕で作った三角形を崩さないためには右肘を曲げないように極力手元を自分の体から遠くに振り出してあげる。こうすることで肩も回転して胸も回転して三角形を維持しながら バックスイングの初動をスタートさせることができます。それではこの動作の理解度をより深めていくために一つドリルを紹介していきます。普段僕の動画を見ている皆さんには非常におなじみのドリルだと思いますが、この三角形を崩さないようにクラブを上げる動作。それに対して一番有効的なドリルはこのペットボトルのドリルになります。 このペットボトルドリル、本当にたびたび僕の動画の中で紹介されるんですが、このドリル本当に最強なんですね。いろんなことに非常に汎用性の高いドリルになっていて、今回のようなバックスイング初動の動きに関しては、もうこのドリルをやるだけでもうすべてできるようになる。そういったドリルになります。やり方も非常に簡単ですね。ボールの後ろにペットボトルをセットするだけ。 このままスイングを行っていきますが、このペットボトルをバックスイングの初動の段階で自分の飛球線の後ろ方向、こちらの方に飛ばしていくだけですね。この時に間違った動作が行われてしまうと、例えば今回の動画のテーマである胸の三角形を崩すような動作、右肘を曲げながらバックスイングを行う。そのような動作をすると、 ペットボトルは飛球線後方ではなく自分の背中側に転がっていきます実際やってみましょうか右肘を曲げながら三角形を崩してしまうとペットボトルは自分の背中側の方にコロ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 ,コロ転がってしまいますね正しい動作で上げた場合にはペットボトルは飛球線後方に向かって勢いよく転がっていきますねしっかり体を 使って手元の力だけではなく体の力を使って大きくバックスイングを行うことによってこのペットボトルは勢いよく飛球線後方に転がっていきます体の回転を伴いながら右肘を曲げないようになるべく手元を体の遠くに遠くに振り出していくようなイメージでバックスイングを行っていきます バックスイングの初動で手元を体の正面から外してしまう三角形を崩してしまうようなバックスイングを行ってしまったらこのまま体を回していくとヘッドは全然来てくれないですよねつまりこの時にヘッドを前に出すように手首を使いながら腕の力を大きく使いながら打つかもしくはそのまま打ってしまって 右へプッシュアウトしてしまったりそのようなミスにもつながっていきます正しく構えた時にできた胸の面左腕右腕この三角形を崩さないように維持しながらバックスイングを行うために必要なことはしっかり体を回転させること上半身の回転によってクラブを上げていくことそして右肘を曲げないように手元を 体から遠くに振り出していくようなイメージでバックスイングを行うそのような動作を行っていくためには先ほど紹介したペットボトルのドリルを使いながらやっていくことをお勧めしますぜひこのようなドリルそして打ち方を意識的に行うようにしてくださいそれでは今回の動画は以上になりますご質問ご不明な点ございましたらコメント欄までお願いします今回のような質問リクエストそういったこともたくさんお待ちします それではどうもありがとうございました。